なんだろうこれ。ボードゲーム？へえ、いい暇つぶしになりそう。二人に店に行こうっと。あやとくん、かなとくん、面白いもの見つけたよ。もう返事くらいしてよ。僕の声聞こえてたよね。うるせえな、黙ってろ。耳障りなので静かにしてください。そんなこと言わないでさ。ほら、見たことないボードゲームを見つけたんだけど、一緒に遊ばない？ボードゲームだ？くだらねえ、文字ばっかだしどうせつまんねえよ。やるなら一人で勝手にやってください。二人とも釣れないな。やってみたら楽しめるかもよ。ほら、このボードゲームは人生をイメージしたものなんだって。ますますやる気が失せました。そんなものに興味はありません。どうして？人間の人生を疑似体験してみようよ。下界の勉強にもなると思うんだけどな、これ。は？勉強だと？なら絶対やらねえよ。はーん、そっか。ま、こういうゲームは勝ち負けがはっきり出るからね。負けるのが嫌でやりたくないっていうのもわかるよ。あ？おい、それは聞き捨てならねえな。だってゲームをやりたくないってことは実際に勝つ自信がないってことでしょ。わかったよ。そこまで嫌がるなら僕も無理強いはしない。あやとくんもビリになんてなりたくないもんね。誰がビリになるって？勝手に決めてんじゃねえよ。ゲームでも俺様が一番なのは変わらねえ。まだわかってねえならそのゲームで証明してやる。え？ということはゲームをやりたいんだね。仕方ないな。そんなにやりたいなら参加させてあげる。じゃあはい、これがゲームのコマ。おう、カナト、お前も参加しろよな。はあ、こんな簡単にライトの挑発に乗るなんて信じられません。何度騙されたら気が済むんです？え？何がだよ。心外だな、騙してなんていないのに。付き合っていられません。僕は先に部屋に戻ります。おい待てよカナト、お前も参加しなきゃ俺様が一番ってことが証明できねえじゃねえか。心配しなくても、一番のバカということは分かっていますよ。とにかく僕は部屋に戻ります。くだらないことに巻き込まれるのは嫌ですから。くだらない？それってつまりゲームに勝つ自信がないって思っていいのかな。いいですよ、そこにいるバカと違って僕はビリになっても何とも思いませんし。てめえ、さっきから俺のこと何回バカって言えば気が済むんだよ。これでも言い足りないくらいですよ。早く自覚してください。待って待って、もう喧嘩しないでよ。実はね、カナト君、冷蔵庫に美味しいケーキがあるんだよね。ケーキ、もしかして昨日食べた？そう、レイジが作ってくれたケーキだよ。昨日食べないで自分の分を取っておいたんだよね。まさかそれを譲ってくれると言うんですか？ゲームを一緒にやってくれるって言うならもちろんあげるよ。でもいくらケーキだからといってそんな簡単に釣られるほどかなとくんは。わかりました、早く始めましょう。即答じゃねえか。どっちが単純だっつうの？じゃあゲームをしてくれるんだね？いいですよ。ただしケーキは先に食べますから。とにかくこれで3人ともゲームに参加するんだな。お前らに俺様が一番ってことを思い知らせるいい機会だぜ。はいはい、そうだね。じゃあまずは順番を決めよう。順番？
当然俺様が最初に決まってんだろ。それじゃあ公平って言えないと思うな。こういうのは平等にやらなきゃ。どうするんですか。そうだな。あ、このボードゲームにはルーレットがついてるから、これを回して数が多かった順にすればいいんじゃないの。よっしゃ、一番でかい数字を出してやるぜ。どうだ、やっぱり俺様が一番だっただろ。はあ、たかがゲームの順番を決めるだけでどうしてそんな偉そうにできるんです。大きな顔をするのはゲームに勝ってからにしてください。カナト君もケーキを食べるか喋るかどっちかにしてよ。でもこれでコマを進める順番はアヤト君、カナト君、僕の順で決まったね。じゃあ早速アヤト君からどうぞ。さっきみたいにルーレットを回せばいいんだろ。行くぜ。よし、5マスだな。そんでなんて書いてあるんだ。このマス目に止まったあなたはたこ焼きがもらえるだとよ。良さそうなこと書いてるじゃねえか。けどどういうことだ。もらったつもりにでもなるんじゃないですか。そんなんじゃ面白く。おい、突然目の前にたこ焼きが出てきたぞ。しかもすげえ量あんじゃねえか。一体何が起こったんですか。何もない空間からいきなり現れるなんてどういうことでしょう。んなことどうでもいいだろ。俺様の目の前に現れたってことは食っちまってもいいってことだよな。そんな正体のわからないものを食べて大丈夫なの。それ本当はたこ焼きじゃないかもしれないよ。大丈夫だろ、俺はたこ焼きを信じるぜ。どうしたの、喉にでも詰まらせた。うめえ。はい、次回しますね。うん、どんどん回しちゃって。おい、無視すんなよ。マジうまいんだってこのたこ焼き。へえー、そうなんだ。じゃあ普通にたこ焼きだったってわけだね。そうみたいですね。あれだけあった量をもう平らげてしまっていますし。クソン、こんなもんじゃ全然足らねえよ。ってことはさ、このマス目に書かれてあることって。ええー、どうやら現実になるみたいですね。すげえな、下界のゲームってつまんねえもんばっかだと思ってたけどよ、意外と面白いもんあるんだな。待ってよアヤト君、さすがに下界にそんなゲームはないと思うよ。ちょっとその箱に書いてあるタイトル読んでみてよ。あ、これか。大人気魔界星ボードゲームって、これ魔界星のもんじゃねえか。道理でおかしいと思ったんだよな。あれだけ満足そうにたこ焼きを食べていたくせによく平気な顔してそういうことが言えますね。まあ下界のゲームではないけど、結局楽しめれば何でもいいじゃない。本物のたこ焼きが出てくるなんてなかなか面白い演出だったし。魔界星ってことは要するに僕たち向けってことでしょ。まあそれもそうだな。よし、続けようぜ。いいでしょ、次は僕の番です。僕はスイーツが食べたいです。バケツプリンのマスを希望します。いや、カナト君、これってきっとそんな喫茶店のメニュー表みたいにはなってないと思うよ。フルーツとアイスの乗ったパフェでもいいです。では回しますよ。3ですね。コマを進めます。何ですかこれ。あなたの元へ大量のぬいぐるみが押し寄せてきますだそうです。今までの流れからしてまさかこれが現実になるんでしょうか。何この不穏な音は。上から痛い、大量の
どん落ちてくるね。しかもなぜかカナト君の上にだけ。すげえな、どこから落ちてきてんだ。知りませんよ。ちょっと冷静見てないで、これなんとかしてくださいよって言われてもね。そんな大量のぬいぐるみの中助けになんていけないよ。なんで僕がこんな目。ああ見事に埋もれちまったな。おい生きてるか。生きているに決まっているでしょ。いくらゲームだからといってこの僕にこんな仕打ち許しませんよ。お前の好きなぬいぐるみだろ。大量に手に入ってよかったじゃねえか。よくありません。かわいいぬいぐるみに埋まるならともかく、こんなブサイクなぬいぐるみをたくさんもらっても嬉しくありません。どうしてアヤとばかり好きなものが出てくるんですか。ずるいです。知るか。文句があんならこのゲームに言えよ。よし、じゃあ次は僕がルーレットを回す番だね。どうせお前も変なマス目に止まるに決まってるぜ。それはどうかな。せーの、7マスだね。今度は何と書いてあるんです。ライトまで好きな食べ物だったら許しませんよ。いや、好きな食べ物じゃないみたい。海に落ちて一回休みだって。なんだよそれ、笑えるぜ。どういうことだろう。今までの流れからしたらこれが現実に起こるってことだろうけど。何これ、ちょっと全身ずぶ濡れだよ、最悪。びしょ濡れじゃねえか。ご自慢の洋服も台無しだな。しかも帽子にタコまでついてるぜ。おい、それでたこ焼きでも作ろうぜ。え、タコがついてるって本当？だ、吸盤が顔に。ちょっとアヤト君、これ取ってくれない？え、そんなの自分で取れよ。無理だよ、だって気持ち悪くて。ああ、背中にも吸盤が。お願いアヤト君。ざけんな、俺だってタコになんか触りたくねえよ。てめえでなんとかしろ。ねえ、ほんと無理。もううるさいですね。こんなタコくらいで気色の悪い声を出さないでくださいよ。さすがカナト君、タコを取ってくれてありがとう。そんなことはどうでもいいんです。それよりもどうしてアヤとばかりいい思いをしているんですか。ずるいですよ。同感だよ。知るかよ。ま、日頃の行いのせいだろうね。それならアヤトが一番ひどい目に遭わないとおかしいじゃないですか。今は何を言っても負け犬の鳴き声にしか聞こえないぜ。ほら、とっとと続けるぞ。それを言うなら負け犬の遠吠えでしょ、おバカさん。ねえ、まだ続けるの？僕もう飽きてきちゃったよ。何言ってんだ。お前がやろうって誘ってきたんだろ？いいか？二回目のルーレットを回すぜ。三マスだな。コマを進めてっと。で、今度は？屋敷内の窓が全部割れる。だと？ああ、リビングの窓ガラス、全部割れちゃったよ。どうするの、アヤト君。絶対レイジが怒ると思うんだけど。どうするも何も知らねっつの。勝手に窓ガラスが割れたんだ。俺のせいじゃねえよ。チックス。さっきはイーマスだったのによ。なんだかだんだん悪い方向に向かっていってる気がするんだけど。
やっぱりもうやめようか。面倒なことになる前にさ。ダメです、僕はまだバケツプリンを諦めていません。次は僕の番ですから、さっさと回しますよ。4マスですね。これはスバルの棺桶爆破って書いてあるぜ。スバル君の棺桶？とうとう名指しのマス目が出てきたね。っていうか爆破ってことは、まあそうなるよね。やっちまったなお前。後でスバルにカナトのせいだって教えといてやるぜ。別に好きにすればいいじゃないですか。僕が直接手を下したわけではありませんから。ここまで来ると最終的にどうなるのか見てみたくなるよね。次は僕の番だね。ルーレットを回しちゃおうっと。週のレコードが爆破？この音、どうやら本当に週のレコードが爆破しちゃったみたいだね。いよいよやべえな。こんなことがバレたらあいつらに殺されるかも。気のせいでしょうか。空気が一変したような気がします。そうだね。これってもしかしてさっきっていうやつ？やべえ、この足音、あいつらが来やがった。今見つかったら絶対俺たちのせいにされて殺されるぞ。いい迷惑だよね。誰がこんなゲームをやろうって言ったんだろう。アヤト君、お遊びもほどほどにしないとダメだよ。何しらばっくれてんだ。元はといえばてめえがこのゲームを。ねえ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。それよりも今はこの状況をなんとかしないとね。そうしましょう。何も悪いことをしていないのに怒られるだなんて、そんな理不尽なことには耐えられません。それでどうするつもりですか。ここはやっぱバリケードだな。あいつらが入ってこられねえようにソファーとか机とかでここの入り口を塞いじまおうぜ。君にしてはいい考えなんじゃないですか。ではアヤト、さっさとバリケードを作ってください。え？なんで俺だけなんだよ。まあそれくらいしか方法はないよね。入り口を塞いでレイジたちが手間取ってる間に外へ逃げよっか。今の被害の大きさならまだごまかせそうだしね。ほらアヤト君、そこのソファー動かそう。え？じゃあ持ち上げるぞ。ほら今度は机動かすぞ。カナト、上に乗ってるボードをどこかに避けとけ。ライト、お前は机の反対を持て。はいはい。よし、こんなもんか。意外となんとかなったな。これでしばらくは入ってこられねえだろう。まったく、僕にこんな力仕事をさせるなんて、もうクタクタです。お前は何もやってねえじゃねえか。うるさいですよアヤト、レイジたちに聞こえてしまいます。さあ今のうちに外へ。いっ、もう誰です、こんなところにゲームのボードを置いたのは。カナト君でしょ。さっきバリケードを作るときに避けたじゃない。おい、ちょっと待てよ。なんかルーレット回ってねえか。ん？うん、回っちゃってるね。ああ、カナト君が蹴っ飛ばすから。はあ、まさかとは思いますが僕を責める気ですか。僕はこのボードに足をぶつけたんですよ。なら被害者は僕の方です。それなのに僕のせいにするなんて。ちっ、ぐずぐず泣いてんじゃねえよ。今はそれよりルーレットだ。止まったマスにはなんて書いてあんだよ。3マス進めるから、カナト君のコマがあるマス目から3マス先って。屋敷大爆破って書いてあります。あ、もう絶対、ボードゲーム。